やっていきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。ではここで素敵女子が行くのバーンの月島ロケをご覧ください。どうもバーンです。バーンというわけで本日も私一人で月島のロケをやっていきたいと思います。今日1軒目に行くところはゆいちゃんお待たせお待たせ誰だよこれ待ったちひろじゃないあめちゃんあめさんちょっと今日さ月島でフクロウカフェ行くって聞いて私3年前ぐらいからフクロウカフェに連れてってって言ってるのディレクターに。いやなのになんでバーンなの。フクロウカフェ行くっていうのを聞いて、来たんです。そう来たのそしたら千尋いないからそうラッキーと思った一緒に行ってくれます。いい行く行くじゃあ一緒にフクロウカフェに行きます。どっちバーンどっちアメさんどっちそもそもバーンの2人はフクロウカフェに興味あったの？正直、千尋がすごい興味があったんです。あ、そうなの？で、どこ行きたいっていうのを聞かれて、毎回フクロウカフェってずっと言ってたんですけど、なんでいないの？今日残念よかった、その代わりに私来られた。いや、本当そうですよ。すごい嬉しい。あ、ここでフクロウカフェ。すごい、急にここ私下に来てたからもうみんなより早くなんで入ればよかったじゃないですかその時に入ったことないんですか。ないの結構時間が決まってて曜日も定休日が結構あったりして、入れないことが多かったんですよ。本当だすっごい嬉しい。かわいい。いやもうすごい安倍さんのテンションが超かわいい。フクロウです。フクロウですよそれ。安倍さんやったこんにちは。どうぞ。今日はね、19羽いますね。ここにちっちゃい子から大きい子までいますね。この可愛さを、皆さんにお伝えしたいなっていうのが、きっかけですよね。かわいい。うちのね、看板フクロウさんはね、看板ちゃん。名前なんて言うんですか。この子はラッキーちゃん。ラッキーちゃん。ゆいちゃん。阿部さん。阿部さん。いいの大好きだから。二人で、乗せていただければ。すごい、はい、に乗った。これを、グーで握っちゃいましょう。これ脇締めていただいて、また力入れなくて。ここだけ水平に持ったら、大丈夫です。かわいい。全然臭くない。いいですか。全然臭くない。匂い。確かにいやここのお店入った時の匂いが何もないですよね。ない。こっちはかっこいいね。わしみたい。この子は何お名前なんですか。ペーターって名前。ペーター。男の子ですか。はい。もうどうしても性別知りたい場合は血液検査をしていただく方。そうなんですか。はい、この首を向けてくれるのが可愛い。大丈夫？落ち着いてる？ペーターさん。綺麗な目だね。オレンジ色の。そうなんですか？ちょっと見えないですけど。先ほど、外国人の方もたくさん来てらっしゃいましたけど、行列で。はい。お見えになってますね。どういう反応されるんですか？もう皆さんアメイジングって感じですよね。はい、やっぱり、ね、身近でこういう風に触れるっていうカフェが多分海外とかにはないので、はい、例えば気に入った子がいたらお家に連れて帰ったりとかってできる子とかいるんですか？一応販売している子もいます。はい、ちょっとお家に一緒に住みたくなっちゃうこのお店のナンバーワン美女ラッキーちゃんです。看板フクロウちゃんこんにちは。ラッキーよ。私を触るとラッキーになれるよちょっと
と好きになっちゃう、フクロウちゃん。これはハマるね、うんうん、ハマるわ、うん、ちっちゃい子で人気だとこの子ですね。へー、かわいい、うわすごいな、ちびちゃん、ちびちゃん、ちびちゃん、この子で何歳ですか。もう、あ、大人なんだもん。阿部さんのそのトレーナーとなんか、あ、そう、これ私フクロウにバカにされないように来たの。猛禽類にバカにされないように。もっと怖いイメージだったんで、うん、猛禽類ですよね。はい、そうです。猛禽類って強そうじゃない、なんか、うん、猛がもうだってどう猛な感じですもんね。でも本来はやっぱりね、猛禽類ですんでね、うん、そうか、野生のと一緒で考えちゃいけないのか、うん、あ、うんちした、ここもうんちした、ねえ、よかったね、出たね。うんち出たね。便秘で悩んでないから、いつも。なんか嬉しくないですか、なんか気を許してくれてるのかなって勝手に思っちゃうから。嫌われてるのかもしれない。話せっていう意味かもしれない。そう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 。楽しかったね。いや本当に楽しかった。よかった来て。いや思いました。フクロウすごい好きになる。おじいちゃんがいなくてよかった。本当ラッキー。いやいやいや。今日このロケに参加してること、はい、マネージャー知らないので、やばい、もうここで帰ります。ここで帰ります。頑張ってこの後も月島を。この後あるんですよ、いろいろ。楽しんで月島を。はい。じゃあ、阿部さん。お疲れ。嘘でしょ。フクロウ最高。阿部さん。バイバイ。バイバイ。いや本当にかっこいいな。次ね、そろそろもんじゃ食べれるかなと思ってるので、期待も込めて一人で頑張ってきます。フクロウは本当に可愛かったですね。可愛かった。この後の月島にはちーちゃん出てきますからね、はいはい、ご安心ください、はい、さあ後半は本日のゲストインテリアコーディネーターの小島真